本物の魔王が死んだ。地平の全てを恐怖させた世界の敵を何者かが倒した。その一人の勇者は未だその名も実在も知れぬままである。恐怖の時代が収束した今、その一人を決める必要があった。この地平にうごめく無数の修羅、これは一人目の話だ。それは単独の真剣のみで数多のゴーレムを撃破することができる。それはあまねく伝説をただの事実へと脱する頂点の権威を振るう。それは全生命の知識の急所を理解する殺戮の本能を持つ。世界現実に留め置くことすらできぬ最後の剣王である。ブレード、ミニア、柳の剣の宗次郎。それは異常の適性を持って地上全種の武器を取り扱うことができる。それはこの地平の全てよりかき集めた異能の魔具の数々を有している。それは広い世界の無数の迷宮と敵に挑み、その全てに勝利している。欲望の果てにドラゴンの領域さえ凌駕した空中最速の生命体である。ローグ、ワイバーン、星ハセアルス。カササギのダク、カナダでは許容できぬ逸脱の存在。こちらの世界へ流れてくるマロフト。それは銃弾の速度すら意識の中へと止める逸脱の視力と魔剣を持つ。それは突破不能の迷宮を単独で攻略する洞察の才覚を誇る。それは対処不能の刹那に略奪を遂げる絶対精度にして神速の指先を持つ。世界の境界すら乗り越え奪う何よりも奔放なる無法の徒である。さてどう出る？コート。バンディット、ミニア、カササギの打開。それはこの世界で唯一の広大な空を支配する自在の飛行軍勢を持つ。それは死をも厭わぬ絶対服従の軍隊をまるで一つの生命体のごとく統率する。それは戦局を支配する知性で一つの国家の中枢へと深く根を張っている。コマンド、ワイバーン、石器の翼、レグネジー。それは全ての摂理を無視してあらゆる存在をねじ曲げる力を持つ。それは全てを一語のもとに支配し、いかなる自然をも凌駕する。それは万物の外にある特異点であり、一切の解析と予測をも拒絶する。現時点において限界すら計測されていない全能の魔災である。ウィザード、エルフ、世界史のキア。それは膨大な流血に研ぎ澄まされた決闘の技を持つ。それは生命である限り抵抗のあたわぬ絶対知識の毒を秘める。それは異形の肉体にて極めた常軌を逸する無量の剣戦を誇る。全てに従いながら何者にも支配されることのない最も自在なる奴隷である。グラディエーター、マンドレイク、海たるヒグアレ。
それはただ一人を除いたこの世の誰にも知覚されることはない。それは非実在の意識体であり、いかなる手段でも干渉されることはない。それは創生のその時から続く生命停止の絶対の権能を保有している。ただ静かに訪れ、目に見えぬまま全てを奪っていく死の運命の具現である。天使の名前はスタッバーエンジェル。静かに歌うナスティーク。それは死者ゆえに地形を壊滅せしめる蒸気の居住と速力に適応する。それは一網のうちに軍勢を切断する遠隔にして必殺の砲撃手段を持つ。それは尋常の攻撃をことごとく遮断する装甲と停止のあたわぬ不死性を同時に有する。二つの体を与えられながら、ただ一つ蹂躙の機能のみを求められた三列の戦機である。カタフラクト、レブナント、乱海領歴ニヒロ。